の高橋みなもです。昭和音楽大学の河野すなつみです。今回の動画はラッキードラゴンについて解説します、で、A から E まで演奏しました。で、最初ピアニッシモでファーストからセカンドへ四分音符で動いていきます。ファーストは四分音符が4つ最初だけで、その後にセカンドが4つ吹いてるので一人で吹いているようにタラララララララっていうこういう向かい方をしてほしいです。で、一番ちょっと難点なのが実音 F でファーストとセカンドの音がピッチですね当たります。で、サックスの場合 F はこのテーブルキーを押すと音程が合うので2人で押すようにしたらいいと思います、はいはい、で、ここはイメージ的に何だろう、空から光がファーって差すようなイメージがあります、はい、で、まあ皆さんそれぞれその頭の中に思い描いてる風景が違うと思うので、まあ、何かを思い浮かべながら吹いてほしいです。ただ単純な四分音符を吹くだけではなく何か内容のある四分音符を吹いてください。イメージですね。イメージが大事なんです。はい、あと C から、はい、C からはここは実はファーストはお休みですね、途中まで。セカンドが入ります、最初に。で、気をつけてほしいポイントは、最初の入りですね。この入りの音がピアノなので、入るときに十分に口の状態とか姿勢、呼吸の仕方、そういうものを整えてから最初の一拍目、裏拍から入るので、欲しいです。気をつけてやってほしいです。で、この C から 2、3、4、5、6小節目、6小節間かけてフォルティッシモにクレッシェンドします。で、途中でファーストと合流する部分が18小節目になります。で、どんどんファーストが入ってからも音域がどんどん上がっていくので楽譜に指示もクレッシェンドで書かれているのでどんどん音量を上げていって西から昇る太陽っていう6小節目に向かってクレッシェンドしていくようにしていくといいと思います。この C の18小節目なんですが、ファーストの人が途中から入る前に8分休符があります。この8分休符遅れないでください。他の人が困っちゃうので、ダーラウッダーラもちゃんときっちり入れるように、この前自分は休みだけどセカンドの譜面を吹いているつもりで入ってきてください。で、西から昇る太陽に入る、はい、この23小節目がセカンドがミ でファーストがラで、実音で言うとゲーとチェなんですけども、完全ヨドになってます。ソラシドで、次の歌もファソラシです。で、完全ヨド、まあ、ヨドというのはすごく不安定な音程で、例えばなんだろう、まあ、警戒音、警告音に近い音で、はい、そうですね。だからもう本当不安を駆り立てる音程になっているので、まあ、そのピアノ、メゾピアノとあるんですけども、優しいピアノとかではなく、こう張り詰めたような緊張感のあるピアノで吹いてほしいです、うん、このアクセントもタンってただ吹くんじゃなくて、
ギュッとなんか凝縮したようなアクセントになってます。はい、はい、うん、D、 そうですね、 D にはすごく注目してもらえるといいと思うところが、その一小節目に書いてあるフォルティッシッシモですね。このフォルティッシッシモが楽譜に書かれるということは、作曲者の人がよっぽど意識してほしいと思わない限り使わない記号だというふうに聞いたことがあります。なのでここはもう、そうですね、その一小節前にクレッシェンドがあるので、そのクレッシェンドのままテンションをこう上がっていったら持続させていくようにするといいと思います。でちょっとありがちなものが、そのクレッシェンドをこう4拍かけてした後に、実は D の1拍目でアルトサックスのパートはお休みなので、そこでテンションが一気にガタッと落ちてしまう場合があります。でこのクレッシェンドの頂点というところを D の2拍目に持っていってほしいので、そのお休みのところで落ちないようにするといいと思います。で D に入ってからセカンドがレを吹いてて、私がミで2度になってるとこ、まあシとド2度っていうとこが結構多くて、2度というのはすごく耳につきやすい音程になってます。なので彼女が言った通り注目してほしいメロディーになってるので、こうなんだろうな、まあ、うん、聞く人の耳を引きつける音になってるので、まあぜひ力を入れてさらってほしいです、うん、ここは。で D の4小節目から、まあ、すごく嫌なんですけど5連符が出てきます。でここをさらうと吹けるようになるんですけども、吹けるメロディーっていうのはすごくテンポが速くなってしまう傾向にあるので、タラタタ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 、テンポをずっとキープできる、テンポをキープする練習を力を入れてやったらいいと思います。なんかよく5連符とかってなんか言葉を入れて練習したりしますよね。そう、あなたなら何を、うーん、ですね、そうですね、この文字ハンバーグとか、ハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグいいと思う、はい私だったら何だろう、でもここの場合スラーが、3つについてて、うん、スタッカートが2つについてるので3、2の文字がいいような気がします、うん、結構難しいですね。だから、うん、そうだな、うん、あこういう方いるかは分かんないんですけど、山田健、山田健とかでもし逆だな、兄さんとかだったら舘ひろし、舘ひろしとか、なんかそういう、まあなんかはい、当てはめて、当てはめてみてください、はいはい、で30小節目でよく出てくるメロディーが出てきます。テーマというか主題、まあ、西から昇る太陽の主題、主題ですねが出てくるので、さっきまで5連符を吹いてたのに、ここで急にこうフォルテシモでゆったりスラーの長いメロディーになっちゃうと、やっぱ歌いたいからテンポがゆっくりになっちゃう傾向にあるので、その前のテンポをキープしたまま吹いてください。じゃあ以上になります。ありがとうございました。